ジョン・バーナード、ジョン・バーナード、ジョン・バーナード、1946年9月26日台、は、イギリス・イングランド、ロンドン出身のレーシングカーデザイナー。会一における偉大な技術的先駆者として広く認知されており、車体後部の絞り込みコークボトルラインなどの新しいデザイン、セミオートマチックギアボックス、車体製作におけるカーボンファイバーなどを導入したとして評価されている。 バーナードは1960年代に、ワトフォード工科大学を卒業したが、同期の人間とは違ってその後の長い、学術生活を過ごすことなく、英国 GEC に入社した。1968年、バーナードは、英国ハンチンドンにあるローラ社に、下級デザイナーとして採用され、フォーミュラ B など様々なスポーツカーを含む多くの車体製作プロジェクトで働き始めた。 この時期、バーナードは後に、ウィリアムズ会一チ,チームの創設に関わることになる、パトリック・ヘッドにも紹介された。この二人のエンジニアは、良き友人となり、ヘッドは1970年初期に、バーナードが結婚した際には、花婿付き添い人にもなった。1972年、バーナードはマクラーレンに加入し、ゴードンコパックと共に3年間働いた。この間、 チャンピオンマシンとなった M23 シ,シーやインディカー用シャシーなど、マクラーレンの様々なプロジェクトの設計に携わった。1975年までにはバーナードはパーネリ・ジョーンズに引き抜かれ、立ち上げたばかりのチームのために、会一マシンを制作することを求められたが、その後チームがインディカーに転向することを決したために結局、インディカー用シャシーを設計した。 その後もインディカーの設計を続け、1980年にバーナードの設計したシャパラル製写真はジョニー・ラザ・フォードによってインディ500とヤンプカーの年間ドライバーズタイトルを獲得した。米国での成功によってバーナードは新たにマクラーレンの総帥となったロンデニスの興味を引くこととなり、1980年には同チームに加入して、 会一発のカーボンファイバーコンポジット製車種である MP4-1 の設計を始めた。MP4-1 車誌は米国のハーキュリーズウェアロスペース社で製作され、その新次元の眼検査とドライバー保護の観点からすぐさま会一の車体デザインに革命を起こすことになった。数ヶ月の間にデザインは多くのライバルたちにコピーされた。1983年にバーナードは 現在でも見られるようなサイドポットのボトルネック形状、コカ・コーラのボトル形状に似ていることから、俗に、コークボトル形状と呼ばれるを、初めて導入した。また、タグ、ポルシェのターボエンジン搭載にあたっては、開発段階から、被災リクエストを送り、シャーシとエンジンを、トータルパッケージで開発する現在のトレンドを、先取りした。彼の在籍時にマクラーレンは、会一における、 トップチームとなり、1984年、1985年、1986年と続けてドライバーズチャンピオンを獲得した。また、1984年と1985年にはコンストラクターズチャンピオンとなるが、1986年にはウィリアムズに敗れた。バーナードは1987年シーズンのために MP4、3の設計を終えた後、 マクラーレンを離れてフェラーリに移籍したが、結局彼がデザインした車はマクラーレンにグランプリ31勝を与えることになった。1986年、デニスとの間に確執が生まれたため、バーナードは引退や BMW への移籍を模索したが、結局同年末にはフェラーリの誘いに応じることになった。バーナードが加入する前の2シーズンで、フェラーリは、 グランプリ2勝しか挙げることができていなかったため、彼は望みの条件を指定することができた。故郷イングランドにデザインオフィスを準備するための驚愕の資金を得て、彼はフェラーリ・ギルドフォード・テクニカルオフィス、ジーテオを設立し、フェラーリが再び上昇チームに帰り咲くための活動を始めた。これは彼自身がイングランドを離れたくなかったことに加え、 高度化するレース用部品を確保するためには、イングランドに技術的温度頃を置くべきだという信念によるものである。ジーテオでは、グスタフ・ブルナーが残した1987年シーズン向けの F187 シ,シーを製作、改良する一方で、1988年シーズンを見越した自然吸気エンジン等の F188-639? の基礎開発も行われた。イタリアに送られたカイ1 8 7写真は、さらにハーベイ・ポスルスウェイトによる改良も加えられ、シーズン最後の2戦で優勝を飾った。1988年には、バーナード・カニューの効果が現れると期待され、フェラーリの全評判は上々だった。しかし実際には、チーム内部が2分され、バーナードが推進していた。 自然吸気エンジン搭載車ではなく、ターボエンジン搭載の F187 を、ポスルスウェイトが改良する形でシーズンを迎えることになった。しかし、バーナードの公認であったゴードン・マレーが設計した MP4、4写真によって、マクラーレンがシーズンを設計した。7月には、ポスルスウェイトがフェラーリを追われ、バーナードが現場をも含めた技術責任者となった。シーズンの終盤、 フェラーリは9月のイタリアグランプリで幸運な勝利を挙げた。1989年、バーナードは電子制御式ギアシフト機構、現在セミオートマチックギアボックスとして知られるをフェラーリ640で初めて実践導入した。これはステアリングホイールの裏にある2つのパドルで操作するものであった。この革新的なシステムはレースに使用するにはあまりにも 脆弱であると考えられ、ほとんど期待されていなかったが、ナイジェル・マンセルは、リオで行われた、同年の開幕戦で優勝を遂げた。バーナードは二度目の技術革新を先導することとなり、1995年までには、すべてのチームが、フェラーリのギアボックスをコピーした。1989年シーズンにさらに2勝追加し、チームには、勢いがあるように思われた。 1990年、フェラーリのお気に入りであったゲルハルト・ベルガーとの事実上の交換トレードの形でアラン・プロストが加入した。すべてがうまく動いているように見え、またバーナードがデザインした640をもとに、スティーブ・ニコルズらが改良した641にシ,ャシーはプロストに故障をもたらしたものの、ドライバーズ・コンストラクターズの両タイトルはまたしてもマクラーレンに奪われた。バーナードは 当初認められていたイングランドでの作業ではなく、レースへの帯同やイタリアを拠点とした活動を求められたこともあり、1989年シーズン閉幕を待たずにフェラーリを離れてベネトに加入した。バーナードの設計した B191 はネルソン・ピケの手によってわずか1勝を挙げるに止まったが、彼はまたしても新たな革新をもたらすことになった。 1991年のベネトンは、吊り下げ型ハイノーズを導入した最初の F1 マシンであったのだ。ハイノーズを初めて採用したのは、前述のナイフンで先にフェラーリを放出されたポスルスウェイトによる199年のティデル HQ であり、吊り下げ型フロントウィングは B191 が初となる。セミオートマチックギアボックスやカーボンファイバーに比べると緩やかではあったが、 1996年までにはすべての F1 マシンがハイノーズデザインを採用した。しかしバーナードはチーム監督であったフラビオブリアトーレとの間で金銭面の論争を起こして1991年半ばにベネトンを去ることとなった。日の目を見なかった最初のトヨタ海一プロジェクト、正確にはトムスによるプロジェクト、詳しくはプロストグランプリを 参照で短期間働いた後、バーナードは1992年中頃にフェラーリに戻った。当時、フェラーリは再びスランプに陥っていて、彼が一旦去ってから2年の間に一生さえ上げることができていなかった。バーナードは再び望む条件を示し、英国サリーに新たなテクニカルオフィスである、フェラーリデザインデベロップメント FDD を設立した。 このオフィスにおいてバーナードは、かつてフェラーリを抱えドライバーであった、ゲルハルト・ベルガーによって、ついにフェラーリを表彰台の中央に戻すこととなる、412t1 車真の設計を始めた。なお、ベルガーが優勝したマシンは 412t1 バイトで、グスタフ・ブルナーによって改良され、シーズン途中のフランス GP から投入されたマシンで、あるバーナードは4シーズンにわたって、 フェラーリの F1 マシンのデザインを続けた。しかし、90年代中盤からは、エアロダイナミクスが重視されるようになった時代であり、バーナードは時代についていけなくなりつつあった。ジャン・アレジが唯一の勝利を挙げ、またグランプリにおいて最後に勝利した、ローノーズマシン、ウィリアムズ・ベネトンは、ハイノーズで、ア・トレンドに反していた、412T2 シーも、含まれている。 1996年には、フェラーリ内部で大きな変化が起きつつあった。ベルガーとアレジを解雇し、現役チャンピオンであったミハエル・シューマッハを、ファーストドライバーとして引き入れ、さらに、チームマネージャーのジャントットは、マラネロにデザインオフィスの建設を始めた。しかも、1996年のマシン F310 は、他のチームが、ハイノーズの中、アリクイ型のローノーズ、 失敗作回92のようなサイドの形状、巨大なヘッドボールなど空力に大きなハンデを抱え、信頼性も欠如していたことからシーズン当初から不信が続き、グスタフ・ブルナーによる大幅な改造が施された。参照を挙げたがシューマッハとチーム戦略によるものであり、シーズン終了後、シューマッハは見るのも嫌なマシンだったと述べている。イタリアへの転居を望まなかったため、 1997年の F310 バイトがバーナードのフェラーリにおける最後の仕事となり、ロリー・バーンが後任についた。1997年夏には FDD をフェラーリから買収して B3 テクノロジーズと名称変更し、これでバーナードとフェラーリの関係は終わりを告げた。もはやチームの一員ではなかったにせよ。 バーナードの設計した F310 バイトシャシーは、ミハイル・シューマッハによって、チャンピオンの座にじわじわと近づく活躍を見せ、同年の日本グランプリにおける勝利が、バーナードの設計したシャシーによる最後の勝利となった。一方で同年途中に、アローズ会1チームへ加入、開幕戦アワや予選落ちの危機にさえあったマシンを、よし、デーモンヒルが、ハンガリー GP で、あと一歩で、 優勝の2位になるほどの開発力を見せた。1998年、B3 テクノロジーズは、アローズ会1チームの仕事を開始したが、プロストチームもまた研究開発を同社に委託する、契約を結んでいたため、議論が勃発した。結局、バーナードは2002年にプロストチームが消滅するまで、技術コンサルタントとして働いた。その後、彼は、 オートバイレースの分野に転向し、元 GP に参戦するケニー・ロバーツ率いるチームロトン、KR のテクニカルディレクターに就任。しかし KR チームが資金面の問題で、元 GP からの撤退を余儀なくされたため、以後はレースの実践の場からは離れている。現在はイギリスとスイスを往復しながらの隠居生活に入っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。